脈々として宮本百合子ロジェ・マルタン・デュガールの「地方家の人々」11巻は今こそ日本の読者のためにその翻訳を完結されなければならない第7巻まで翻訳出版されたのが1940年8月凶悪な戦争が役者山内義雄氏と出版社白水社の仕事を阻んだ 6年を経て1946年11月に第8巻、1914年夏、第1部が出版されて、さらに今日まで3年の月日が沈黙に過ごされている。地方家の人々の日本語版が巡り合ったこれらの障害は、一つとして国際的な風波の繁栄でなかったものはなかった。新しいエポークが、 世界と文学に開かれている今日、1920年から37年の間に書かれた地望家の人々は、ロマン・ロランの見せられた魂と共に、一つの古典的な記念碑となった。フランス中流の誠実で人間らしい人々は、第一次大戦前後の激しい歴史の摩擦総国のうちに、どのように生き、破滅し、成長していったのだろうか。 ジャックという名は今日の私たちを深く引きつける。日本資本主義独特のひねくれ、欺瞞と祖や卑屈のジャングルをかき分けて、明るい世界の心を分け持たずには自分を生存しているものとして感じられなくなっている今日の日本の真面目な人々の理性と心情に、1914年夏を生きたジャックは何を語るだろう ヨーロッパの精神史にとっての1914年は、時間的には4分の1世紀以上遅れて、しかし、社会と個人の歴史が飛躍するための要因としては、ジャックの所有したものと比較にならない複雑豊かな条件を備えて、今日の私たちの前にある。第二次大戦を経験した成長で、1914年夏を顧みたとき、もしかしたら、 マルタン・デュ・ガール自身そこにいくらかまだ観念的だった革命性や革命についての語り方を発見しているかもしれないしかし重要なことは作者であるロジェ・マルタン・デュ・ガールと彼の読者である人々とは共に反ファシズムの人民戦線につき第二次大戦でナチの侵略に抵抗し戦ったという事実であるそして 西ヨーロッパの明日の運命に対して最も重大な関係を持っているフランスの民主精神堅持のために今日根強い芸術家である彼と彼の文学を愛する人々はどのように働いているかということである。1949年8月。